じゃあ本日の、タイトルはバードベンチ長野の取り組みとコミュニティ作りについて考えたこと、ソルユニさんです。よろしくお願いします。というわけで、じゃあ、タイトルそのままの通りなんですけど、こんな感じでぬるっと始めさせていただきます。よろしくお願いします。というわけでね、改めて、お前誰なんじゃいってね、ドラニットってヤコーで、フリーランスやってたんですが、1月からハンドアップという会社でフロントエンドエンジニアをやってます。でも最近ドッカーがかかります。で、そんな感じで、リターンとツイッターとか見てください。一応、本名、浦部とか言うんですが、みんなドロニさんとか好きかって呼んで、それを覚えていただければ、懇親会とかも何なら明日もずっといるので、気軽にお声がけいただければ幸いでございます。で、一応ワードプレス的には一応、ワードベンチャー長野って名前なんで、ワードベンチャー長野のそのいろいろなことやったりとか、去年のワードキャンプ、兄弟でやらせてもらったんですが、その時はセッションチーム、リーダーとしていろいろやったりとか、今年は大阪とか自宅のスタッフとか定時ということでさせていただいたり、いろいろワードキャンプとかやってたり、してます。どっちかというと、多分一番これが有名だってあってほしいんですが、ちょっとプラグイン作ってまして、カスタムポストタイプハーマリングスで自分で噛むぐらいに言いづらいんですけど、そんなプラグイン作ってたりとか、15個ぐらいあるのかな今。こんな感じで、ワードプレスのテーマとかも作ってるんで、もしよかったら触ってみてください。ちなみにこれカスタムポストタイプハーマリングスで触ったことある人、知ってる人、この質問やられたら長野でマジで上がる。長野で未だに手が上がるんですよ。なかなかいつになったら長野のことを感じれるのかって話なんですが、今日長野の松本市ってところから来ました。最近草迷い側の配慮をやってるので、もし、今ワインとかのプレートとかやってたりするような街ですので、もし機会があればっていうところで、こんぐらいの大体時間ここから遅かったら名古屋まで新幹線で来て、そこから2時間特急に乗れば着きます。正直特急が一番辛い、なんですが、僕会社は札幌でした。なぜか今のところ全員リモートなんですが、札幌以外に住んでる僕だけなんで、こうやって大阪とかで喋らせてもらったり、いろんなベンチとかも顔出すとか、何にもかくにも会社に行くのが一番遠いと、会社に行くのも一応1日1本しかない松本空港っていう地方の小さな空港から、僕1本2万だか3万する会社に出勤するのに2、3万かかるっていう、会社の人とは大事ですから、それでよく分かってたんですよね。そんな感じでやってますよ。出身は群馬県、UI 記念って、皆さんご存知かどうか分からないですけど、その出発早々にやってるのよく分かんない、すごい頑張ってる。いやです。もっと言うと、これは福島のってよく実家に帰って、あんまり目の前に来たことないです。そんな感じの人間でございます。で松本は、なんで予約済んで、僕、今年で29なんですけど、大学進学とかで来て、途中で辞めちゃうんですけど、それで済んだので、大体そろそろようやく済んで10年目ぐらいになったかなと。そんな感じの、人だなと。そんなことを軽く頭に入れて聞いてもらえればなと思うんですが、そんなわけでワードベンチの中のこんなやってます。ちなみにワードベンチって言葉聞いたことある人ってどんだけいます？聞いたことない人いるのか、すごいな。いろいろ、ワードプレスのローカルコミュニティ、地方地域、こっちだと、大阪とか京都とか神戸とか奈良とか、いろいろここら辺でもいろいろ活発に動いてるんですが、それの長野のグループ、長野県のグループですね。長野と言いながら長野市って割と僕の松本なんで、そこでやってるんですが、最近は月1ベースで、ワードプレスの勉強会なんだが、いろいろもうちょっと不当な感じでイベントやったり、大体、10人15人でよく来た時です。100年ぐらいやったパン屋さんがコワーキングスやるっていうので、ビル持ってまして、そこの3階をコワーキングにしたもので、でよく1階が、彼らがパン屋さんなんで、携帯で出してピザ出してくれるので、
最近は毎月のみピザ食ってます。あのワードプレス15周年とかあったんで思いっきりピザ食いました。とりあえずなんか言ったらろうそくが出てきたんで、とりあえず申し訳ないけどバンって立てて、他の地域の経営者がガガガって出たんですよ。まあ緩い感じもうだらんとした感じゆるっとお送りしています。だいぶ今日ゆるく喋ってますけど、今日の多分3倍ぐらいゆるい感じです現地、まあ、そんなワードベンチャー長野なんですけど、まあ今まで割とまあ僕が始めたわけじゃないんですが、まあ、もっとあるんだけど、一応乗り出した勉強会とかそういうイベントをやりだしたのは多分2012年ぐらいですかね。だから、まあ、今までやってきたんですが、まあ、その当時はまあ僕、まあ、長野県 の、 あのまあ製造会社に大体2016年ぐらいまでいろんなとこいたんですけど、まあこんな感じのまあそもそも割と前やってたのが、あの長野県の飯田って皆さんご存知かわかんないですけど、あと大体僕の住んでる松本が真ん中あたって、そこから100キロぐらい南に行ったところに飯田っていうのが違うんですね。そこの人が最初に始められて、あのロゴとかうちはワードベンチャーのロゴ作ったり、飯田の宮沢さんっていうパステルビルの会社の宮沢さんの方なんですが、でもやってましてその100キロ遠路はるばる電車もマジでないみたいな、そういうところから回ってちょっとやるかっつって勉強会始めたのが多分2012年くらいですね。まあやるたびに、まあ、100キロ先の時点でなかなかしんどいものがあり、結構で疲れ果てて、で大体ワードキャンプ東京でその時にブース出されてたんで、それで長野県の人間なんでここで会うんだろうねって言いながらやんなきゃねって言い続けて、大体2年に1回ぐらい勉強会わーってやった、そのたびに疲れてはぁーって言うと終わるみたいな、そんなことがまあありました。で、まあ、そんな中ですね、まあ、僕ちょうどその2015年の末に、まあ、とりあえず会社辞めましてフリーになるかと思って、で、まあ、その時にそのワードキャンプとか登壇させる機会があって、まあ、いろいろある意味テンションが上がっていたっていうのもあり、なんかよっしゃやろう、まず現地長野ちゃんとなんかせっかくなんだから立場になったからリブートしてみようかと、そんなことを考えて、当時、まあ、辞めたばっかりで暇だったのもあったんですけど、まあ、とりあえずその2年に1回しかなくてやっぱ疲れたっていうのを、まあ、反省というか、まあ、やること極端ですね、とりあえず毎月何かやると決めました、とりあえず、まあ、まあ何かというとやっぱたまたまお会いする人もいるんですが、まあ、なかなか1年に1度とか2年に1度の人っていや仮に顔覚えてもしてもなんか話しかけにくいじゃないですか、よく覚えてるかなみたいな、なぜ僕結構当時はやってたんですけど、大体1年ごとに体型がどんどん大きくなってたんで、なんか今日久々に会う人本当にお前って話をよく、いたのは知ってたんですけど、懇親会で本当にだったんですねって、だいぶ大きくなりましたねみたいな話をされるもんですから、なかなかなんだですね、同一人物かわからないもんですから話しかけにくいと、でまあそんな話もあり、そもそもやっぱ大変だなと、なんでやろうと、まあ、ただ結構会場サイズも大変だなっていうのも実際あるので、なんかとりあえずコワーキングスペースがあったので、まあ、ドロップインを中心にやれば、まあ、ちょっといろいろ交渉はしたんですが、まあ早く一人しかいなかろうと自分の金だけで済むと、っていうんで、まあ、ちょっと中心に、まあ、あとコンテンツ要素もなと思って、とりあえず続けようと思ったので、まあ、最初はもう一回って言って、まあ、とりあえずノンテーマで集まって何かやろうぐらいの黙々作業しようかぐらいのノリで始めてみました。それが2016年大体1月とか2月の頭ぐらいですね。まあどうだ、実際やってて どうだったかって、やっぱり最初ね、まあ、コワーキングを使ったっていうのもあるんですけど、あの物珍しさとか、まあ、実際地方なんかだとワードプレス の人使ってる人って結構多いですから、まあ、結構そこでも人集まるんですけど、大体まず2回目で参加者激減するんですね。2回目5人、3回目で3人で、あの結構マジで1人ワードベンチを黙々会をやったことが結構かなりありましたね。しもう2人来たら2人っていうか、僕と僕一人でずっと喋ってる会とか、結構当時ワードキャンプとか登壇させていただいたあのプラグインとかも割と今10万サイトで動いてるらしいんですけど、このプラグインとかそういうなかなかなかで、その当時は高コンテリビューターとかでも名前も載ってたもんですから、なんですけど1人マジかみたいな、なんなら誰も来ないって、結構さすがに若干
ポップアップコワーキングスペースにもなんかちゃかなすがにね、なんかいろいろ申し訳立たないなと思いながら、まあいろいろ言ったんですが、で、まあ、たまに来たんですけど、なんかワードプレス困ったからなんかいろいろ教えてとか、案件の相談、なぜか案件の困った話をめちゃされまくる。いや、知らんがなってすごい言いたいんですけど、みたいな。まあ、そういう疲れるじゃないですか。若干なんか、若干半分ディスりみたいな話もたまに来るんですよ。いや、それ、仮にワードプレスの結局開いてこれ、まあ言うんだ、うん。ちょっと、うんみたいな話とかも結構いろんな辛い出来事もありながら、まあ、いたんですが、まあ疲れて。で、その当時結構、まあ、頑張ってスライドとかも作ってたんですよね。毎回毎回黙々書いて言いながら、誰もなんか話すネタもないし、なんかやんなきゃと思って、結構なんか毎月スライド1本、2本ぐらいはもう作ってるような、そんな状況で、なんかもうお察しの通り、まあ、めっちゃ疲弊したんですよね。2年に1回疲弊してたやつが、必死でも疲弊しまくる。マジで。しかも精神的に一人ワードベンチマジ辛い。もう冗談で、コワーキングにわざわざ行って一人でやって、誰も来ないけどやるって言っちゃったからいないといけないなって言って、なんならその時平日の夜やってたの、友達、そういう時に限って友達から飲みの誘いが来るんですよね。まあ困ったってわけで、あとはたまに来たとしても、あのブロガー、この方ブロガーの方とかっていらっしゃいます？ちなみにじゃあ、思いっきりインフラ側だって人いらっしゃいます？なんか同時に その2人と僕だけみたいな話して、何話せばいいの俺みたいな。そう、それでデザイナーさんとかも割と、うちもだから正直これじゃないかが、僕割とウェブ制作ガリガリの人間なんで、まあそれでやっぱり向こうもなんかうんみたいな感じで、それはそれでそういうのって結構ダメージくるじゃないですか実際。まあで実際にやめようかなって話も結構思ったりもしたんですが、せっかく、まあ、それで、ね、まあ、リブートしてるって言っといて、なんかそれもなんかあれだなと思って、まあいろいろ、まあそれで、まあやろうかなと思ったのに、じゃあコミュニティイベントだってなんだろうというか、そもそもコミュニティをって何なんですかねって話をちょっと真剣にちょっと向き合ってみようかと、そんなことを考えてちょっとまあやってきて、まあじゃあ早2018年までどんな感じでやってるかって話を、じゃあ改めてね、そもそもコミュニティって何ですか皆さん。そのまあ IT コミュニティの勉強会になぜ来るのかって書いてもいいかもしれないですけど、ね、いやそもそもさ、ワードプレスの情報って本もいっぱいありますよ。ググれば情報出てきますし、フォーラムとかも、今日のワードキャンプですらそういう西川さんとかからそういうどうやって情報を集めるかみたいな話も山ほどありますし、最初の知識なんてもだいたいそこを登壇されてる方のスライドなんかも上がりますし、だいたいネットで手に入るわけですよ。結局やっぱ東京の方が勉強会多いとか、東京大阪の方が多いとか言いながらも、結局地方でもそういう最初の知識って割とまあちょっと頑張れば普通に手に入る、そんな時代。改めて地域のそのローカルコミュニティというものが、じゃあわざわざやっているってなんでやってんだと、そんな、まあ、じゃあそもそもじゃあコミュニティって何ですかって、まあ、辞書によるとですね、あのまあ共同体とか地域社会とか、そんなに転じてインターネット上でなんかそのもともとだからそういう意味はなくて、なんかインターネットができて、そのだからちょっと皆さんご存知かどうかわかんない、ミクシーコミュニティとかあったじゃないですか昔、ああいうのだから、ああいう感じのものをなんかその転じてコミュニティで呼ぶようになったという話だったし、もともとはだから地域社会とか、それこそ地域の町内会とか、ああいう感じのものみたいなものをコミュニティで呼んでたそうです。でまあそんなもんなんだなと。まあでもじゃあやってみたのか、じゃあ別にだから共同体なんですから、地域社会の共同体なんですから、別にワードプレスを勉強しての会議では別にございませんで、所詮なんか、まあ、共同体とかはいいと思って、だから別に勉強会やるための集まりでもないし、まあ、当然やってもいいんですよ。でもそれだけじゃないし、まあ当然あと共同体ってまあすごい月並みの言葉ですけども、一人一人が主役というか、誰がどうなんか偉いとかそういうわけでもなく、そりゃうんっていうのは、まあ、そりゃそうだなと、まあそんなこと思いながら、実際にあのちょっと懐かしいやつですね、まあ、2014年のこれワードベンチ仙台なんですけど、あのワード温泉っていうのをやってた時期がありまして、大体2012年あたりから毎年勉強会に偽装して温泉に入りに行く会っていうやっていたりですね、じゃあやるんですよ。あとはワードベンチ福井なんかは
ワードクラブ福井っていう、まあ、勉強会に寄贈してあの、ね、クラブを、ね、頼る会と。ただしあのその場でその海の調子でクラブがあるかどうかわからないっていう、割とそういうなかなかハードなそういう会が、実際にそこはそれはそれで人が集まっていて、うん、あ、うん、いいなと思ったから、やっていこういうのやっていい場所なんですよね、絶対に。別にむしろ何やってるんですか、ね、ワードプレス共同体なんですか。じゃあそんな中、じゃあやっぱりじゃあ今日その今日のテーマというかさ、なんでローカルコミュニティいる方、やっぱりそのワードベンチとかもいろんな、まあ他に限らず僕長野とかそのいらっしゃいますけど岐阜とか山口とか、まあ今日あのコミュニティだったらアップルカフェにするんですけど、あの貼ってあるんで見ていただければと思うんですが、あんだけわざわざそんな求めるのかっていうと、多分、まあ、当然知識を求めてってあると思います。まああとはなかなかウェブ制作とかだったら、そうですね、やる時個人でできちゃう、小規模でできるものこいつがブログにしても、だから同じ話ができる、なかなかそういう人と交流したいとか、まあ、友達欲しいとか、まあ、仕事もいろいろあると思うんですけど、まあ、結局は最初には、まあ、ある種気軽に仲良くする、ある種仲間みたいなの欲しいから今日集まって、そのワードキャンプもそうですけど、まあ、当然あのセッションとかも面白いし、あれですけどそれだけじゃないんじゃないかな、ベースってこちらはここなんじゃないかなってことをすごいやりながら考えるようになんですね。そのでもただローカルコミットで、そうするとやっぱ新規でローカルコミット立ち上げるときのトラップっていろいろあって、まあ、大体ローカルコミット立ち上げようって人のモチベーション、大体都会のメディアにまず行きます、今日みたいなやつで、テンション上がります、自分の街でもやってみたい、まず思う。でそういう時にこういうところでうちも来てくださいよってすごいセッションとかで、あの割と大きなところでわーってやる有名人を来てくださいよって、割とそういう人ってやっぱね来てくれるんですよね。でだからその時は来るんですよ、まあ、大体2回目ぐらい人が来ないとか挫折をすると、そういうことなんでか、まずねやっぱ一番まずワードプレスセミナーだと、ワードプレスをあのたまあなんでしょう、その教えてくれる先生がいる会だと勘違いされると。でさっきも言いました、一人一人が主役だとか共同体だと、だからじゃなくて僕今日喋ってる僕とかも含めて ある種才能のあるなんかスペシャルな人だと思われるんですよね。いやそんなことないじゃん、だからそのだからそう先生とか言われるんですよ。いや先生ちゃうし俺も知らんこといっぱいあるぞって、うん、言ってるんですけど、やっぱ言われるんですね。でやっぱそう言われるとやっぱしんどいじゃないですかそれ誰ですか、結構なんか仲間も友達欲しいぐらいのモチベーションになるし、やってるはずなのに、なんか先生と生徒ってなんかしんどくないですか、そういうのって正直。でやって、でまけんだんどんスライドで、毎日スライド作ってるもんで、もうネタが切れるんですよ、正直。でも来る人は毎回違うんだから、同じネタやっていいはずなんですけど、実は。まあそうも言ってなくて、大体切れて、まあ辛かったっていうのが、じゃあ、まあ、こういう話がありまして、じゃあ実際にそういうコミュニティって考えて、結構笑ったのがいっぱいあったなっても思い返しながら、じゃあ何をやってきたのか。いや、本当に先生ブログをやめました。いや、さっきも言ったようにプラグインもやりまして、そこそこ使っていただきますし、あのこういう場合も登壇させていただきますし、コアにも名前は取ったことありますけど、なんか、だから、いや、本当に心に誓って、先生ブログの本当にやめようって、まあ、本当に思いましたね。ちょっと生地知識あると、そうなっちゃうんですよね。なんだろう。なんでそのつもりがなくて、ちょっと教えてあげようかなみたいな、そういうの本当に絶対俺やめた、うん、結構これが一番本当に結構本当にエモい話ですけど、宗教みたいな話ですけど、結構これがやっぱその自分が先生って言われて教えてくださいみたいな、まあ、えどうしたのそれとか言って、で参加者が言ったらえそれどう思うよっつって目が合った人に振ってみたりとか、そうなんか僕じゃあワードプレス全然いや今日もすごい人が散々いらっしゃいますし、海外のやつらもえげつないですし、だからもうじゃあ知ってることは確かにあるし、それはあるけど、それでも僕が知ってることでしかなくて、もうとてもじゃないけどワードプレスってものすごい まあ、ある種裾野が広いというか深いですし、だから正直僕も知らないことはたくさんあると、なのでそういう話を本当に正直に包み隠されたから、僕も勉強してるしって話もちゃんとするしますし、だからある種、まあ、そういう意味で誠意を持ってて、僕はこう考えてますよ、あなたはどう、あなたたちはあなたはどう考える、どう思うって、割と結構
そうやってあとはフォーラムとかね、そういうのを話してみるでやっていくと結構面白いのか、なんかだんだん参加者同士でなんかディスカッションとか勝手に話し出すようになってたりとか、本当増えてきて、いやなんだろう、僕が適当に喋んなくてもなんか勝手に話し出したりして、なんかもう芝居もやんなくていいんだ、超気楽って座ってるだけだったり、彼も実はあって、ここら辺からそういう精神的なプレッシャーとかも全然なくなってきて、まあで結構そういうことやっていくとなんか毎回来てくれる人がポツポツ出始めて、今日スタッフとかで長野から来て暮らしてる人もいるんですけど、そういう人とかもそういうのが聞かれるきっかけで、まあいっそのことを勉強会で直ったんですよ。開き直ってワードプレスについて話す会でやってみたんですよ。これなんか、まあ、忙しすぎて案件が燃えてて、でもやるって決めたからやらなくちゃいけないし、どうしよう、もういいや名前変えちゃえっつって、話す会なのお前ら話せって言えばいいなと思ってマジ雑なんですってやったら、なんか全然なんかある種なんか普通にブロガーさんとか、それこそ個人の商店でなんかワードプレス買ってるんですけどみたいなとかポンポンって言って、話すから話してくださいっていう、いやすげえイベントファシリテーションやる意味でどうかと思うんですけど、なんか盛り上がったんですよ、めちゃめちゃ、あらこれと思って、でもうさ、あと正直事前参加は超人がいないんですけど、話す会ぐらいの気楽さですから当日ここポンってくるんですよね、ポンって、で話すから、で天井率めちゃめちゃ高くて、でこれちょっと面白いからちょっと大阪とか京都のモデルさんもこそって言って、それちょっと名前変えてやってみって言ったら、なんか来る層変わったし超面白いねこれみたいな、結構勉強会って名乗るといややってるのが一緒なんですけど全然違うんだなっていう、そういう見せ方とかも大事なんだなみたいなことも思ったんですけど、まあ一番これ、いや確かに勉強してきてるんですよ今日皆さん、勉強してきてますけど、それ以前にまずワードプレスの話ができる人に出会いに来たんじゃないかなと、そうだからある種学校に行くのは勉強しに行くためだけどそうじゃないよねみたいな話に多分近いのかなと、いいじゃん友達に会いに行くためにとかでいいじゃんみたいな、そういう話なのかもしれないなと、なんで、まあ、そんなこと考えてるのになんかコミュニティとかそのコミュニケーションとかって実はなんか語源が両方とも一緒らしくラテン語のコミュナスっていう、まあ、共同だとか共有のなんかそのいろいろ情報をその共有していくって行為のことをそのコミュニケートという共通にしていくみたいなのがコミュニケートっていうらしいんですが、と思いながら、でコミュニティって言ってる以上そもそも IT コミュニティとかもっていうのは、まあ、コミュニティそのものでまずフォーカスすべきはコンテンツ、その勉強会のその何でしょう、すごい人を呼ぶとかすごいいい話をしなくちゃいけないとかそんなことじゃなくて、まずコミュニケーションにフォーカスすべきなんじゃないかなって、みんな多分どっかで何か話したくて、その話すなんか人前で話すのがなんか恥ずかしいとかそういう話は当然あるんですけど、いやそれこそちょっと休憩時間とかに、いや最近どうすかぐらいの話をしてる、フォーカスすべきなんじゃないかなみたいな、結構そういう感じで、休憩時間にも名前取ったりするんですけど、この話だったりするんですけど、なんかお手合いとしてたら参加者同士がわけわけ話してたりとか、面白いなと思う。それではこんな説明してます、ワードベンチ流れて、アバさんバレーのようなテンションでやってます、マジで前回バタバタしてたんで、マジで座りながらサンドイッチ食って、あ僕サンドイッチ食ったな、昼飯食ってるんでサンドイッチ食ったから始めますねぐらいの本当に、いやなんか、まあ、そういう雑い、まあ、キャラクターもあるんですけど、雑い感じでいくと、あなんか僕は気楽に話していいんだみたいな空気がめっちゃ出るらしく、なんかそういう参加されて、なんかそのなんか積極的にというか、まあ、なんかそのフラットな関係性みたいなのができて面白いなみたいな、まあまあ、結果論なんで言い訳かもしれないですけど、まあ、なんかあと言ってるのはそのピザの話も出てる、なんかワードプレスの話をとりあえず魚にしながらピザ食ったりお菓子を食ったりとか酒飲む会ですと言ってます。まあ酒飲まない人も実は結構いらっしゃる、結構車社会なので、まあ、あと言ってるのは登壇者はさっきも言ったブロガーとインフルエンジニアが突然同時に来るんですよ、知ったこっちゃねえと、もうそんなの分かんないじゃないですか、その人初対面の人もいるから、だから僕ら今日スライド持ってきた一応参加者ですと、俺は言いたいことを喋りますとにかく、あなたたちに自慢したいこととかワードプレス伝えたいなんかその熱量みたいなものを喋りますと、なんでまあ聞きたい話があるかもしれないしないかもしれないと、なんで皆さんも聞きたい話をどうぞ聞いてください、喋ってくださいと、所詮スライドを突っ込んで私、ちょっとだけ準備した参加者です私もと、話をして何のことか言ってます、あとはそうやってやってくれたら迷うんですけど、じゃあそれでは続けるためにっていうのはいろいろ、まあそうやってもやっぱ継続性大事だなと
まず月1以上何かやって、やっぱ特に地方なんて気候率高い、まず、まあそうです、あの業界の平均年齢が高いと言いますか、結構やっぱ若い人は、ね、ウェブ業界の就職とか東京とか行っちゃう、都会に行くとか、そもそも都会の専門学校とか弊社さんの場合とか行って教会に入る人結構多いので、なおさらあんまり、でやっぱお子さんいらっしゃる方多いと思うんですけど、別に土日ってそんな暇じゃないじゃないですか、その地域の行事だったり PTA だったり、もしかしたら部活の大会かもしれないし、ね、運動会かいろいろ、まあ、あとはこっちなんか割と、まあ、地元の行事が田舎なんで、あと田植えだから今日無理みたいなのも結構あったり、あとは、まあ、まだ子供が熱出したなんて話ってやっぱいっぱいあるじゃないですか。それがなんで、でもそれがやっぱ2年に1回とか、まあ、半年に1回の会だとやっぱ、いや、まあ、なかなか、まあ、会えないのもあれだっていうのもあるけど、やっぱ参加する側もなんか若干申し訳ないなって思っちゃうじゃないですか。月1ぐらいで適当にやってると、ああごめんねぐらいで済むし、お互いなんかそんぐらいのフラットな感じで入れるんじゃないかなと思って、やっぱある程度数やるの大事なのと。月1であることが別にいいとは思わないですけど、ある、まあ、僕の場合強いと月1でやってるよっていうだけで、まあじゃあそれをやるために、いや、だからとりあえずただ集まって話す会でもいいんですよ。なんかセッションなんかなくてもいいっちゃいいんですよ。別にやたかが一つのコンテンツの種類であって、結構いろんなことやってますから、その暇の時、暇っていうか夏休みの時はなんかすごい、あの設定だけめちゃめちゃ、あのパン屋さんの設定だけめちゃめちゃ作って、写真作って、よしこれ3時間で作ってるよみたいな、そう、なんかあなたの先輩が松あの中の松本にやってきて脱サラしてパン屋のをやりました、ええ、でも今日の6時までにそのサイトができないと先輩のパン屋倒産しますと、どうにかしようみたいなみたいな、すげえめちゃくちゃ、うん、なんだテレビに出ますかみたいな設定だけ作って、いろいろサイト作らせたりとか、で結構盛り上がって面白かったなみたいな、まあでもそれ結構なるべく準備のいらないものをぬるってやっていくと結構やっぱ続けられるっていうか、まあ、続けることがまず大事なんじゃないかなと、まあ、あとは参加人数が少なくてもダメージがない、あの特に主催者、いや会場使うのにマジで毎回1万とか払ってたらやれないっす、冗談抜きで、まあ、それはいろいろ支援してくれるとかいろいろあるんですが、まあ、まあそういう意味ではやっぱ特にあのそうやって持ち出しが多いと、あと手伝ってくれる人とか誘いにくいってもあるんで、そう、私手伝いますとか言ってくれる人いるんですけど、いやぶっちゃけ、じゃあ俺の持ち出し折半するみたいな、こんなに言いづらいじゃないですか、そういうのって。なのでそういう気楽にやっぱできる、やるためにそういうあの自分の苦労をすればいいやはやめる、まあ、あとはそういう意味でもやっぱコワーキングスペースとかとはやっぱ、まあ、僕は幸いある祭りとかもあるので、そういうのをなんかできるように割と結構交渉はしました。土日空いてないんですけど、それでやってくんないみたいな話は結構実はさせてもらったりとか、まあ、また当然さっきも言いましたけど、フォーカスオンコミュニティ、コミュニティはまずフォーカスしようと、まあ、だから参加者のコミュニティの促す仕組みって大事だなと、あの一人一人は参加者だと、一人では主役だと言うんだったら、まず一人一人が主役になる時間ちゃんと作らないとダメだよと。なんで、あ、人数に応じてですか、あ、30分、おかしい、一人、最初に一人30秒は1分ですね、あ、なんか太鼓があったんで、これ直してからあげます、はい、大事、人数多いと、あの、全員平等に、あの話が長い人、上手い人っているじゃないですか、それは当たり前の人やってんだから、じゃあもう下手でもとりあえず30秒いいから話せと、長い人は、はい、残りはいろいろ話してって。そうすると話上手い人って話足りないから話してくれるんですよね。それとコミュニケーション広げてくれるというか、だからそういうのをまずイベントの中に実装するべきなんじゃないかと、まあ、あと全員の前でやっぱ名前とか話すとやっぱだいぶもう話しかけるきっかけにもなるし、やっぱ気軽に話しかけやすくなるので、そういうのって本当に重要なことだなっていうのは月並みですと思いました、実感として。で、あとはコミュニケーションの時間もちゃんと作ると、まあ、セッションの間に大体15分ぐらい取ってます、あのセッション1個2個でも、なんか前説やった後も時間取ったりとか、やっぱ15分やることなんて人って話すんですよね、まあ、最初僕、まあ、トイレがあの数少ないとか、あの僕がお店行きたいからって言って始まったんですけど、別にこれを狙ったわけじゃなくて、結果的にあこういう効果があったんだと。5分休憩だとあんまりないんですけど、15分ぐらいボーッとってなかなか辛いじゃないですか。なんでやっぱそうやって話すんですよ、その人と、ああこれって面白いな。なんであとは懇親会とかもなるべくその場で、あのその軽くでいいんで、その場でとにかく話しかけコミュニケーションが生まれる機会をとにかく作ろうっていう、まだ結構
まあ、時間調整の現場含めて座談会の時間べちゃべちゃ取ってたりとかしてたり、まあいろいろ、まあ、あとはディスカッション大事ですよねっていう参加者に振ってみるとか、あと、まあ、コミュニティ、まあ、作りをどうするかって話を作っていこう、まあ、まず、まあ、説明を本当にちゃんとすると、あのコミュニティって本質的に内輪なんですよ。やっぱワードプレスの仲間というかって言ってる以上、まあ、学校のクラスとかサークルとかそうじゃないですか。だからオープンなコミュニティって言葉がそもそもあれですね、うん、質疑応答の時間があと残り10分なんであと5分ぐらい喋ります。なんですが、はい、なんでやっぱオープンであることっていうのは、みんな大した積極的にあの意識しないといけないというか、コミュニティ本質的に内輪だってことを俺らがオープンだって言ってるだけじゃダメだなって、 それがあのフラットラルをしっかり伝える、それを外に分かりやすく伝えるっても大事だから、参加するハードルが異常に低い内輪ぐらいの感覚がいいんじゃないかなっていうのを思ってます。まあ、あとはやっぱいわゆるこういうあるなんか登壇者がいてって、こういうセミナー形式って皆さんだって学校とか行ってたら先生がいてってスタイルじゃないですか。これやっといてセミナーじゃないですって言ったら正直意味わからんので、普通はだからそういうのは説明を本当にしっかりしないといけないというか、やる以上は、まあ、あともう一つはあとハイコンテクストな文化を作らない、あの初心者に優しいとかなんて、しかしまず優しくすべきはあのワードプレス初心者とかって初めて来た人コミュニティなんですから、初心者って言ってもいろいろいますしね、あのスキル初心者なんですよ、マイエスキル超できますとか普通にいますからね。でマイエスキルあのそれで、まあ、あのちょっと裏、まあ、面白い裏話はいっぱいあるんで、その講師会で聞いてください。まああとはなんかね、常連初めて来た常連でしか伝わらない話とかするとやっぱなんか疎外感あるじゃないですか。それはなんか転校生には優しくみたいなことかもしれ、本当にそういうことかもしれませんが、だからちゃんとそれを説明するし、だから別に分かんない話をしてもいいんですよ。あのただそれをちゃんとこういうことなんですよって、どうや面白いやろぐらいのノリでやればいいんじゃないかなって、まあ、あとはそういうフラットに質問しやすい空気を作るって大事なのかなと、まあ、あと次回手伝わせてくれて、たまにですよ、はい、もうね、会場取るのもやってるし、もう大体やること決まるんで、一番登壇とかそういうのが一番大変なんで、いつ喋るって言います。あいつなら空いてるっつって、いや割と結構いかつい感じで行くんですけど僕は、いやでもそういうある種そうやって背中を押してあげることだなと思っていて、割と結構最初やるんですけど、結構ノリノリで喋るんです最終的には。まあ、なんか、まあ、そういうちょっと面白そうなのが出たら、ねえねえそれどうやっつって喋らんかっつって、意外にそういうのって大事なのかな、そういう、まあ、強引さというか、まあ、あとたまには派手な会とか結構やってるんですけど、そういうのを知ってもらう機会を増やすっていうのはそれはそれ大事なんですけど、まあ、ただ大事なのは派手な会よりもやっぱり地道な普段の活動、まあ、結果的にどうなってるとか、あの初めて一人ワードベンチが最近なくなり、定期的にも10名参加者とか、まあ、先週はなんかワードプレスの作り方ってこんな感じですみたいな歴史の話したら、なぜか20人集まるってよくわかんない、ほーと思いながら、まあ、あとは長野で知り合ってカラオケになぜか行きましたみたいな報告されたんですけど、あちなみにその片割れ、あの次の枠で喋るんですけど、あと最近なんか住所聞きますあと前回農機械が来たりとかヨガ屋が来たりとか、なんかよくわかんないですもん。やっぱじゃあだからそれがコミュニティの間なんじゃないかななんて、ワードプレスって共通語でつながるなんか理解なのかなって、まあ、最後に、まあ、あとは IT のコミュニティ確かに大事なローカル、まずローカルなコミュニティ、その自分が住んでる町にちゃんと関わろうと、こういう時に来る人ってその町の人なんです多分。だからそのだから言ってても、だからワードプレスコミュニティこういう場でその、まあ、地方から来てっていうのも大事、それも大事、でもやっぱり自分の町に住んでる人ともちゃんと関わっていく、それが多分ローカルな根付いてるコミュニティなんだと、まあ、あとはそうやって会場とかそうやっていろいろ出してくれ手配してくれる人って多分その土地に住んでる人なんですよね。なんでそういうのもいろいろ考えていかなきゃいけないかなと思います。はい、じゃあ最後時間もギリギリなのでまとめですが、まあ、まずはやっぱ内容、まずコンテンツよりまずコミュニケーションに、まず一番はそこ、まあ、多分みんなね話がしたくて来てるんですよ。なんでやっぱだから懇親会とかいるし、なんだかんだそうなんじゃないですかね。まあ、あと継続性大事とか、まあ、あとはやっぱうちはなんで所詮コミュニティなんで、だからこそそういう風にオープンであることをちゃんと気を配ると、まあ、あとは最後に言いましたローカルの人と関わっていくっていうのが、まずこれがまあワードプレスに限らず地方の IT コミュニティとか、もしかしたら他のコミュニティでも大事なことなんじゃないかなと最近思ってやっております。なんでぜひぜひあの、ね、今日でやってる方は、うん、なんか参考になればと思っておりますので、あと、まあ、あとは、まあ、もし興味があったら長野一応次6月の23日だか、まあ、7月も予定してるんで、まあ、観光がてら
遊びに来ていただければいろいろ楽しいかなと思いますので、ぜひぜひお待ちしてますので、よろしくお願いします。というわけで、長時間ご視聴ありがとうございました。あと5分ぐらいですね。5分ぐらいで、なんかあれば、ワードプレスについて話す会っていうのは非常に今面白いなと思ったんですけど、これは例えば円卓みたいな形で司会も立てずテーマも立てずやったんですか。いや、まあそうですね。円卓どころか普通にここに机とかーんとあったらそこに座って話す会でーすぐらい、本当にどっから来たんですかぐらいのところから始めたんですけど、本当にテーマワードプレス以上のものは何も決めずに、だから自然にみんなが喋り出してるで、それはと思います。こんな結構開き直ってやったらこういう発見ってあるんだな。何でもいいですよ、あんまり関係ないやさそうなことでも。あ、すいません、これいいですか。はい、リブートされるときで、はい、その前もご自身は参加されてたけどもリブートしたっていうことでしたよね。そうですね、最初はどっちかっていうと2012年とかその宮沢さんが中心になってやって、その時にプラグイン僕ギリシタなんでちょっと呼んでいただいて、されてくれないみたいな、そういうのが始まりですかね。いや、実は私鳥取姉妹の方から来てて、鳥取姉妹ねあるんですけど、ワードベンチャーもコミュニティサイトの方とかもあまり活動されてないっぽくって、はい、リブートを自分の中で企んではいるんですけど、そういうのってどうするのがいいのかなとか思ったんで。そうですね、まあ一応、まあ誰かと決まってない、まあ、リーダーとか取るわけないんであれですが、一番はワードプレス の, ジャパンのスラックのチャンネルとかに書くのが一番手っ取り早いです。ありがとうございます。はい、ワードベンチ の, チャットとかそこに書くといろいろね、お備えいただければね。コントリビューターデーも、ワードベンチのなんかみんなで話し合って、それはまたあれなんですけど、それは僕じゃなくて三好さんとかそっちが中心なんで、僕はまた別の、まあ、それはそれとして、あとは別のトラックがあって、僕、スマヤクなので。もしあれだったら、そういう感じの、明日のやつがコントリビュート等であるんで。なんか、そんな、まあ、結構ワードベンチとかの運営の、そのやってるのも、ほとんど結構いますので、まあ、気軽に話しかけていただければ、懇親会とかで、この人やって、話をできればなと思って、よろしくお願いします。こんな感じでますかね。あれですかね。懇親会もいますし、月曜日までいますし、火曜日は鬼島にいますので、なんなら、鬼島でお会いしたい方はぜひ、鬼島、火曜日いますので。ありがとうございました。こんなに人が来るんだ、このネタで。ちょっとびっくりして。正直、半分ぐらいかなと思ってます、本当に。マジか。こういう話って、いけるんですね。ありがとうございました。